よかった。私の家だ。夢？なんだかわからない変なものが、なんだかわからないけど、いろんなことをするの。もうなんだかわからなくて。なんだかわからないな。なんだかわからないわね。目が覚めてもね、ここがどこかわからなかったの。ここは優子のお家よ。うん。あ、サンタさんもう来た？なんだ、まだか。優子がちゃんと寝るのをサンタさんが待ってるのよ。だからおやすみ。あ、またその癖。大丈夫よ。また変な夢を見たらサンタさんが助けに来てくれるから。サンタさんって強いの？うん、強いわよ。青い目をしたこんなに体の大きな人なんだから。ただね、もし優子が悪いことをしたらサンタがお仕置きに来る。そうよ。だから優子はいい子にしてるのよ。わかった？呼んでもらったのに。うん、まあいいか。はい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 。じゃあこれもよろしく。はい。はい、じゃあこっちね。
こっかね。まあお酒持ってくる。メリークリスマス。いやもう来ないかと思ったよ。ごめんなさい。メリークリスマス、キコちゃん。こんなことってあんの？この3人ともがさ。本当にあんまりないよ。本当、ね、うん、結構何これクリスマスカードです。ちょっとやめてください。陽介さんへ、え、クリスマスおめでとう。お願いやめてってば。私のプレゼントはこの私です。よし、聖なる夜に乾杯。友達とは違うね。いや、なんていうかさ、純粋な気がする。
どうした、うん、私帰ります。ちょっと何言ってんの、何言ってんの、あんたさっきから変だよ。でもこれはお金だけ出してもらったら悪いからね。カレンちゃん早くなるから。ちょっとよっかわいい。ちょっと待って、そっちはそっちで楽しんでね。いい部屋だね、ゆうこちゃん。はい。ゆうこちゃん、あのさ、俺前から、俺はあのゆうこちゃんのことが。嘘。まあでも今日はさ、嬉しかったよ、あのカード。ゆうこちゃん、ゆうこちゃん、あの時の夢だ。
サンタの復讐。ママだ。クリスマスを汚し続けた私たちへのサンタの復讐。プレゼントしたルーパー取り戻す。何の音？リコちゃん？正気に来るぞ。
なくない？クリスマスなんて関係ないじゃん。相変わらず来るね、ゆう子。惚れちゃう。私たちにもおこぼれちょうだいね。違う。
私のせいじゃない。でもさ、プレゼントは私ですっていうのはやりすぎじゃない？いねえよ今時そんな女。そっちの方が話が早いっしょ。男なんてね、結局そういう純粋そうな女に弱いんだから。ですって。勉強になりますね。私が悪いんじゃない。メリークリスマス。私は悪くない。ゆうこちゃんはさ、他の友達とは違うね。え？いや、なんていうかさ、純粋な気がする、うん、そんなんで騙される男の方が悪いのよ。私が悪い？なんだ夢かよ。ふざけんなっつうの。ったく変な夢見ちゃった。クリスマスに親と過ごすわけねえだろ。はいはい。あ、ゆうこ？ごめん、こんな時間に。なんか変な夢見ちゃって。夢？私らみんなで計画通りあの店に集まって長尾に行ったら女のサンタがいて、そいつがみんなを殺そうとするの。私らみんなは逃げたんだけど、ゆう子だけ捕まって頭えぐられちゃったの。でもゆう子は気づかないでそのまま逃げて。私の夢と逆じゃん。え？うん。ねえ、それよりなんで女のサンタなの？ああ、私のお母さんフェミニスト入っててさ、子供の頃からサンタは女だって教えられてんだよね。ああ、それじゃあサンタはその人が教えられたような姿で現れたってわけか。何の話？くだらない夢の話。ゆうこ？どうしたの？ゆうこ？
大丈夫？優子。またうなされてたぞ。あのね、私が悪いやつやっつけてきたの。そうか、優子がサンタになったのか。うん、腐った脳みそ引きずり出してやったの。腐った脳みそって。またテレビのホラー映画でも見たのよ、あの首の吹っ飛ぶやつとか。ダメよね、子供にあんなの見せちゃ。全く何考えて作ってんのかしらね、ああいう人たちって。あ、サンタさんのプレゼントよ。え、サンタさん来てくれたんだ。そうだよ、サンタが来てくれたんだ。わあ、サンタさんとトナカイさんだ。サンタさんこんにちは。トナカイさんこんにちは。今日何して遊ぶ？天気いいからね。じゃあ縄跳びしよっか。あと鬼ごっこ。いつまでもこのままでいてほしいな。誰が最初にやる？大丈夫よ、優子は優しい心を持ち続けたまま大人になるの。私は逃げよっか。よし、じゃあ10秒数えてね。